はい、合気道、稽古が全然できない状態で、皆さん困ってると思います。背中の痛みを改善、もしくはあの、2強とか四方投げとか決められた時に、あの稽古が始まった時に怪我しないようにですね、あのストレッチ、家でしていただけたらなと思います。で、今日用意するのはタオル1枚、あのさっき教えてもらったんですけど、おっさんはバスタオルがいいそうですムカつくなおっさんはバスタオルだそうです。で、若い人とか女性はこういうハンドタオルでいいらしいです。で、100センチ、何が身長マイナス100センチが目標でやるそうです。まあこんなもん、僕はだいたい1メートルぐらいかな、まあ、身長が2メートル20なので、まあ、これぐらい十分だと思います。これをこう持ちまして、で、後ろにぐるっとこうこのまま回していくわけですね回していくわけですね、はい、で、この時に、肘が曲がるとダメだそうです。このまま後ろにぐっと持っていく、お腹むっちゃ出てるでしょねえ、これやっぱダメ、ねえねえねえ、服変えた方がいいはい、上げて、このまま、肘が曲がらないように後ろにグッとやるんですけど、折れる、肩折れる、で、このまままた戻してくるらしいんですけど、無理だからちょっと肘戻して、このまま、実際にこれ僕は日頃でやってるものなんですけど、日頃はこんな感じでやってます。結構肘曲げながらやってるんですけど、後ろからのクレームとしてはこのまま行かなきゃいけないそうですね、はい、ということで、これもまあ僕には無理ですね。というと、やっぱり若い人にあのちゃんとしたところを見せてもらいたいなということで、はい、女の子若いんでタオルは、はい、ハンドタオルの長さです。これでやります。はい、お願いします。サルちゃん、よろしくお願いします。はい、これちょっとほう、あ、いけそう、いけそう、いけそう。むっちゃムカつく。はい、おっさんちょっとこれ、おっさんこれ、おっさん、今のみひろ持ちで、みひろちゃん持ちでみひろ持ちでいきます。21歳対42歳でいきたいと思います。言い訳から入りました。はい、ふん動かない、ちょっと押す、ちょっと待って、今ちょっと押す、大丈夫、今 地球上から元気集めてる、うん、孫くんかな、うん、あのね、これでも無理負けても無理、無理だよ、お前さ、映りたくないからってさ、タオルで顔隠しながら笑うなよ、むっちゃウケてるじゃん。まあまあまあ、おっさんはハンドタオルは無理かな、若さやね、これが今のところ絶対アップで出してやる、若さやね、これが最悪。だいたい、だからこれ目標何なの、だからこれをまあ数回 やると、だいぶ肩が柔らかくなって、2強を決められる時もあの痛みが軽減すると思います。ということで、マスター経過でした、以上です、バイバイ。